おはようございます。セブライフのともです。今回はね、前回の動画で、作った小豚の丸焼きですね、レチョン、についての動画ですね。はい。で、以前からね、質問でちょくちょくいただいてたことがあって、それは、レチョンとして売るのはどう、豚をね、レチョンとして豚の丸焼きとして売るのはどうですかとか、まあどっちの方が儲かるんですかとか、うん、まあレチョンで売った方がいいんじゃないですかとかね、そういう声もね、ちょくちょくいただいてて、で今回こうやってね、自分で小豚の丸焼きを作る機会があってね、まあ売りはしなかったんですけど、まあ売ると大体これぐらいの値段で売るかなっていうのでね、ざっくりとした儲けとかかかった費用とかがね、分かったので、実際にねこのサイズの小豚を売るのか、レチョンとして売るのかどっちがいいのかっていうのをね、比較してた動画になります。はい。で、まず最初にレチョンで、今回はね、レチョン40キロ、だいたい体重40キロぐらいの、豚を捕殺して、で、内臓とか血を抜いたのでだいたい30キロちょっとぐらいのね豚になりましたね。で、義理のお父さんに聞くと、今回のあのレチョンは売るとするとだいたい2万2000円ぐらいで売るって言ってました。はい。で、まあ2万2000円がね直接儲けになるといったらそういうわけではなくて、まあ炭とかね、を買ったりとか、あとは、人件費ですよね。もし自分たちがねこれからレチョンを作るってなったら絶対一人で作ることはできないので、まあ2人で作ることになって、でもう一人をね、自分以外に誰か雇って来てもらうってなると、だいたい今回の作業は8時間ぐらいかかって、で、まあ早朝からこうやってずっと作業したりとか、があったので、まあ一人誰かを雇おうとすると、まあ1500円か2000円ぐらいはね払わないといけないと思います。はい。なので、まあ炭とかを買ったりして、だいたいまあ雑費で1000円ぐらいかかって、人を雇うとしたらまあ2000円かかるので、2万2000円から3000円を引くと1万9000円ですね。これがまあ儲けになります。で、これプラス、内臓ね、取った内臓、豚の中の内臓と、あとは豚の血ですね。血は自分たちで食べれることになるので、まあディヌグアンっていうね血を使った料理とか、今回のようにねホルモンスープみたいな感じでね、スープとして食べたりとかもできますね。なので、もしレチョンとして売るんだったら手元に残るお金が1万9000円ぐらいで、あとはホルモンとか豚の血とかがね自分たちのものになって、ただ、自分も働かないといけないので、8時間ぐらいは、労働力、自分は働かないといけないっていう感じになります。はい。まあね、もちろん助っ人というかお手伝いさんを雇わなくて、まあ、家族の誰かがね手伝うとなれば2000円は浮くので、まあ手元で2万1000円ぐらいは残るっていう計算ですね。はい。で、じゃあ果たしてね、今この小豚を売ったらいくらになるのか、それでね差が分かると思うんですが、まあ、レチョンのサイズね、もし自分たちが今出荷、大きな出荷サイズのね80キロ90キロ100キロぐらいの豚を売るとすると、市場価格が今は、だいたい生きている豚で1キロ320円330円ぐらいです。はい。ただね、レチョンサイズこういうね小さな40キロぐらいの豚って、普通に市場とかで売れないんですよね。なので、まあ、誰か買いたいっていう人が来たら売るっていう感じになるんですが、そういう時はね、もちろん自分たちはね大きく育ってから売りたいので、このね、40キロぐらいの豚ってね別に売らなくていいわけなんですよね、買いたいって来ても。だから強気にね、いつも強気に交渉します。レチョンサイズとかの、豚を買いたいっていう風に来た人がいれば強気に交渉するので、まああんまりね、買いに行く人、買って本当に買っていく人とかあんまりいないですね。で、今回とかで言うとだいたい450円ぐらい、これぐらいのサイズだと1キロ450円ぐらいで売ることになります。だからまあ40キロで450円なんで1万8000円ですね。これぐらいの大きさの豚を欲しいっていう人に売るとすると1万8000円ぐらいになります。はい。っていうことは、まあ、比較してみると、
レチョンとして作ると、人件費を抜いたりしたら1万9000円で儲けで、ただ8時間働いて、内臓とか、血とかは自分たちのものになるっていう感じで、ただ売るだけ、豚をね売るだけだと1万8000円儲けになって、自分たちの作業は一切ないですね。あ、まあ誰かが持ってってくれるので、その買いたい人が持ってってくれるので、うん、なので、まあ、労働力ゼロで、1万8000円だけが手元に残るっていう感じになります。はい。で、まあね、これはまあただここの今住んでる場所でのレートとか値段であって、もちろんね町とか、シティとか出るとレチョン屋さんですね、豚の丸焼きをだけをね売ってるお店とかもね割とあるので、まあ、そういうところから買うともっと安く買えたりとかします。とか、まあ豚をねレチョンとして、豚をレチョンを作るために豚を買いたいっていうとね、まあそういうレチョン屋さんに卸している豚屋さんとかがあると思うので、そういうところからねレチョンサイズの豚を買うともっと安く買えたりすると思います。なので、まあ、あくまでもこの時期に自分たちの豚小屋でレチョンを作った場合と、レチョンとして豚を出荷する場合の金額になります、うん、まあ、場所によっても変わると思うし、うん、それはまあ一概には言えないというか、まあ場所によりけり、レートその時のね、まあ、クリスマス年末シーズン、レチョンがよく需要があるシーズン、それ以外のシーズンとかね、その豚のレートも上げ下げすごい激しいので、その時のレートとかにもよると思いますが、まあ、今の段階だとレチョンが1万9000円で、この豚を売るとすると1万8000円という感じですね。じゃあ、まあ、レチョンの方が儲かってるからレチョンとしてやっぱ売った方がいいんじゃないかって思うかもしれませんが、やっぱりねしんどい、労力がね、うん、かなりかかる。やっぱり豚を持ってかないといけないし、屠殺閉めて内臓を取り出して、皮をね毛を全部きれいに剃って、で朝早朝からね、丸焼きにするためにずっと4時間半とかね5時間ぐらいずっとこうやって火の手入れをしながら回さないといけないっていう風に考えると、うん、別にレチョンとして売らなくてもいいかなというような結論ですね。はい、うちではっていう感じです。まあ、他の場所とかではわからないですが、ここだと普通に育てて出荷した方が、いいかなという結論ですね。はい、まあもちろんね、レチョン本格的にね、まあ、レチョン屋さんを構えてとか Facebook でね、レチョン売ってますっていう風に宣伝して、でレチョンサイズの豚を常にいるようにね、まあいる環境を保てて、そしたらまあもっとこうなんだろうな、レチョンを安く提供できて、いろんな人にね需要があって、なんていうのかな、まあいろんなところから買いたいっていう風に需要があればね、もっと安く提供できてそれもいいかもしれないですが、まあ、やっぱりレチョン作るのね機械とかがなかったら大変っていうのがあって、うん、まあこう豚を飼ってるからこそできるこうサイドビジネスっていうのかな、レチョンとしても売れますよっていう、そっちでも儲かるんだったら、まあ、いいとは思いますが、うん、そこまで儲からなくてただただ時間と労力がかかるっていう感じなので、それはしなくてもいいかなっていうような結論ですね。はい、ということで、今回はね誰が興味あるのかわからないですが、もしね、まあ、フィリピンで、レチョンを作りたいとか、まあ、豚を飼いたいって言ってる人がいるんだったら参考になればなと思います。はい、で皆さんもねもしフィリピンに来ることがあれば、豚の丸焼き、豚のレチョンですね、世界で有名な料理家の方がね、世界で一番美味しい 豚料理、豚肉の料理っていう風に言われてる料理なので、もしフィリピンに来た際は、食べてみてください。美味しいレチョンは本当に美味しいと思います。自分はね今までめちゃくちゃ美味しいレチョンを食べたことがなくて、まあ今回のね、子豚はすごく美味しかったです、うん、ただねやっぱりなんだろうな、こうとんかつめちゃ喧嘩してとんかつとかねチャーシューとかの方が自分はね美味しいなと感じるので、まあ人によりけりって感じですね、はい、もしフィリピンに来た際はぜひチャレンジしてみてください。ということで、
今回はね、ヘチョンか豚どっちを売った方がね儲けがあるのかという動画でした。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。